ご自身で鍵を開けていただきますので、こちらですね、一番長いこちらの鍵を挿していただきます。完全に無人状態ですので、ご自身で電気をつけていただいて、エアコンも消えてればつけていただきます。それからこちらも電気をつけますね。はい、で奥はパウダールームになってます。どうぞ。まず入ってすぐの手前のお部屋ですけれども、こちら図書室ですね、図書ルームとパソコンルームになります。こちらで Zoom のセミナーされる方もいますし、インターネット検索したり、あとは先生のいろいろな子育ての本、美術書などもすごく美しいので自由に見ていただけます。2番目のお部屋ですね、こちらはトレーニングルームになっています。バイクの、体を動かしていただくものもありますし、手前はぶら下がり健康器ですね、体を伸ばしていただく、背の低い方でも届きますので、こちらも普段使っていないところもストレッチできます。では3番目のお部屋が脱毛のお部屋なんですけれども、先にキッチンの方で準備していきたいと思います。まずこちらの注意書きを読んでいただいて、セキュリティが回っているので衣服を着たままお部屋からは出るようにしてくださいとか、いろいろ書いてますのでお願いします。ではよもぎ蒸しの準備を先にしていきましょう。まずこちらにお水を入れていきます。でお湯もこちらにありますのでつけていただいて、必ず半分以上は入れていただきます。オーガニックのヨモギの葉っぱですね、ティーパックを入れます。でこちらに蓋をします。でこちらが脱毛と光フォトフェイシャル、ヨモギ虫のお部屋です。これもセルフですので、ご自身でエアコンをつけていただきます。汗かくためには少し高めがいいと思います。で先ほど準備したヨモギ虫のこちらコンセントですね、コンセントを入れます。で中から専用の機械を外して上に乗せます。で一番強くしますね。でこの状態で沸騰したら少し弱めます。その方によりますけども、弱めから中火ぐらい、まあ、それはもう個人で調整していただきます。でこちらのシートを引きます。これで準備完了です。ではよもぎ虫が煮えるのを待っている間に、今度は脱毛の方やっていきたいと思います。脱毛するにはジェルがいりますので、またこちらの台所に戻ってもらって、脱毛ジェルこちらにあります。販売用でこちらから取って、また鍵を返した時にお会計お願いします。1100円ですね。でこのジェルをここにあるシャーレとヘラを使ってもらって、これ向こうでやりましょうか。はい、ではジェルをこちらに出します。はい、でこのジェルを使います。こちらは脱毛とあと光フォトフェイシャルの時にもジェルを塗って照射をしていきます。では機械の設定ですね、取れてますね、取っときましょうこれを後でやりましょう。では脱毛の機械から使い方いきます。後ろにコンセントがありますので、これを挿します。
で機械の裏側にレバーがありますので、これを上に上げます。その後鍵を右へ回します。これでスイッチオンですね。でこのパネルが出てきますので、セッティングを押します。左が光フォトフェイシャル、真ん中が脱毛ですので、自分のやりたい方を選んでもらいます。まず脱毛から選びますね。真ん中です。でもう一回セッティング、右上を押します。で照射器のマークですね、一番左側を押します。でこの画面になりますので、まずはお子さんだったらこの棒のグラフのところが 1.0 から 1.5 でやります。ただ大人はだいたいですけど4ぐらいから、肌の弱い方はもう少し3ぐらいからスタートしてもいいと思います。で通常4以降で、慣れてこられたら5、6とありますが、まず初めてされる方は4からはいいと思います。で数字ですね、ここの数字を触ってもらうと3となります。で準備ができましたらスタンバイ押します。ちょっと一度押しても押しにくい場合はちょっと場所をずらしてグッと押さえます。でなみなみマークの赤い線が出たらこれでスタンバイ OK です。では機械のセッティングができたところで、今度は試し打ちをやっていきます。必ず目の保護をこのゴーグルで行ってください。ちょっとメガネの上ですけど、このようにメガネされている方は必ずつけてください。では脱毛器右側の方ですので、これを取ります。で試し打ち、必ず床に向かって、これで完了です。もうこれで OK ですので、どんどん照射していきます。で照射したい部分なんですけれども、必ず前日もしくは来られる前で結構ですので、毛を剃ってきていただきます。でも剃り忘れてしまった、もしくは追加でこんなところもやりたい、こんなところもやりたい、でも予定外だったという時は、レンタルのシェーバーがありますので、こちらを使っていただきます。でこちら外してもらってオンで、でこれで剃りますね。で剃った部分にジェルを塗って脱毛の光を当てていきます。で、毛がない状態で光を当てます。次に生えてきた毛がもっと細くなっていきます。何回かそれを繰り返していくことによって、産毛のような薄いお顔の毛のようになっていきます。では始めましょう。ではこの冷却ジェルをヘラで取ります。脱毛したい部分にのせます。だいたい伸ばしてもらって、あとは光を当てていくだけです。ではいきます。いきますね。どっちからいこう。この時ジェルが不足していると熱く感じますので、少し厚めに持った方がいいと思います。あとシミとかほくろがある方はジェルを多めにつけていただいた方がいいと思います。黒いものに反応しますので、ほくろがある方は痛みを感じる時があります。まあ、そこを避けていくか、ジェルを多めに塗って OK なら大丈夫です。こんな形で伸ばしながら、裏側ちょっとやりにくいですけど、いきますね。これで完了です。ではヘラで拭き取っていきましょう。
このジェル自体は保湿の効果もありますので、もう残りはなじませてもらったりティッシュで拭き取っていただいて大丈夫です。でせっかくセルフだったら指の毛までやりたいっていう方も多いので、それもこのようにつけていただいて、手元ですね、指もやっていきましょう。これで完了です。今私はお手本だったのでサングラス外しましたけれども、皆さんは必ずサングラスをつけたままで照射なさってくださいね。お願いいたします。今脱毛が全て終了しましたという設定でいきますね。で次は光フォトフェイシャルをやりたい、もしくは、初めから光フォトフェイシャルをやりたいという時は一旦鍵を回して電源を落とします。でもうすぐにもう一度立ち上げますので、鍵を回してもう一度電源をオンにします。で次も同じですね、セッティングを押します。一番右です。で今度は左側のレバーですので、光フォトフェイシャルレフトオート、一番左のボタンを押します。でセッティング完了なのでここを押します。で光照射のマークを押します。これで今度は光フォトフェイシャルの画面に切り替わっています。で今度は光フォトフェイシャルお顔中心ですので、照射量は必ず3で、サロンさんによってはもっと強い照射量でされる場合もあるんですけれども、お痛みを感じる方も多いのでまずは3で、あとはお任せいたします。肌の弱い方もいらっしゃるんで当院は3をおすすめしております。でスタンバイ OK ですのでここをしますね。これもちょっと抑えてもスタンバイの赤いマークがつかない場合は少し場所を変えます。これでもうまくいかない時もあります。長押ししてみましょう。なかなかつきにくい時があるので、つきました。こういうこともありますので、タッチパネルですのでちょっと場所をずらす、もしくは強く押してみるなど試してください。今赤い波がついてますのでこれで照射 OK です。では光フォトフェイシャルやっていきます。で、フォトフェイシャル顔が中心になると思うんですけども、お顔される際は必ずメイクを落としていただきます。日焼け止めも落としていただきます。その際は台所にあるクレンジングをお使いください。もう取れてるという手ですね。今日私ちょっとメイクしたままなので首のところをちょっとお手本でやっていきたいと思います。ジェルを塗りますね。でその塗ったところに、これも必ず試し打ちです。床に向かって、これで OK ですのでいきます。でできればですけども、下から上に向かって1箇所1照射です。これでこの場所完了ですね。でちょうど私左の顎の部分にほくろがあるんですけれども、このように大きなほくろがある場合はお痛みを感じる場合もありますので、分厚くジェルを塗っていただくか、もしくは照射量を少し抑えめにしていただくとお痛みなく照射できますのでお願いします。では光フォトフェイシャル終わりましたら、ジェルをティッシュで軽く拭き取っていただきます。この後乾燥しますので、よくクリーム塗っていただいて、お外歩かれる場合は日焼け止めクリームを塗って帰ってください。でこちらの機械にもジェルがついてますので、これ乾燥すると取れなくなりますから、このデスクの上にある除菌ウェットペーパーで必ず拭き取りをお願いいたします。もう簡単で結構です。で拭き取る前でも後でもいいですけれども、必ず電源を落とします。で先のジェルをしっかりと拭き取っていただいて、で先ほどやった逆ですね、レバーを下に下ろします。それから最後にコンセントを抜きます。これで完了です。
はい、では、よもぎ蒸しが沸いてきましたので火を弱めます。で蓋を外しますね。でこの機械を椅子の下に置きます。で蒸気がこの椅子の穴の上から出てきますので、ここにサウナスーツを着て腰掛けていただきます。でサウナスーツ着られて中の下着もすべてお洋服は外していただきます。その方によりますが、だいたい30分から50分ぐらい入っておられる方もいらっしゃいます。ではただいまからよもぎ蒸しをしていきます。今日は見本なので中にお洋服着たままですけれども、通常はサウナスーツを着てお洋服はすべて外していただきます。でこのお部屋の中は大丈夫ですけども、廊下に出られる際はセキュリティのカメラがありますので、必ずお洋服を着てくださいね。お願いします。では座ります。でこのように腰をかけていただいて、足が出ていると冷えるという方は親の座りをしていただくか、もしくはこのようにあぐらをかいていただいて、足も下からの蒸気で温かくした方がいいと思います。本を読みながら、もしくはスマートフォン見ながらされるっていう方もいらっしゃるんですけども、やはり呼気からも吸収したいという場合は、すべてお顔までこのように入っていただきますですね。閉所恐怖症の方はちょっと嫌かもしれないですけれども、そのあたりはお任せいたします。よもぎ蒸しも脱毛もすべて終了しました。危ないので必ずコンセントを抜きます。コンセント抜きます。で、やけどしないように前に少し引っ張り出していただいて、でお湯を捨てに行きますね。このまま上のお鍋だけ持って台所へ行きます。熱いので気をつけてくださいね。お水出しながら行きます。水洗いしていただいて、お鍋は伏せておきます。こちらも気をつけてもらって、お大丈夫ですか。はい、では脱こちらで使用した脱毛のジェルも台所で洗います。水洗いで大丈夫です。水洗いをしてこちらに伏せておいてください。これで完了です。では使用後ですね、よもぎ蒸しの機械も除菌のウェットペーパーできれいに除菌で清掃していきます。でこちらに乾かしておきます。で使い終わりましたら、ゴミ箱がこういっぱいになりますので、古い袋は出していただいて新しい袋に変えといてください。次の方のためです。皆さんが心地よく使えるようにお願いいたします。で古いゴミは先ほどの大きなキッチンのゴミ箱に、こちらもセルフでお願いいたします。ネスカフェアンバサダーのコーヒーをお召し上がりの際は、こちらに募金箱がありますので100円を入れてください。で、これボタン見えますかね。後ろにお水が入っていて、これが電源です。今赤く光ってます。これが緑色にランプが点灯したら OK です。で、その間にどのお飲み物にされるか決めていただいて、黄色がブレンドですね、コーヒーで、ピンク色がミルクティーになります。カフェオレがお好きな方は茶色です。じゃあ今日はコーヒーでいきます。でこのレバーを上げていただいて、もう今上がってる状態ですね。で引き出しを出します。ここにポーションを入れて中に収めます。レバーを下げます。で上のダイヤルでお湯の量を調整できますので、
ちょっと沸くまで、あ、沸きました。ここにカップのマークがあります。たっぷりがお好きな方はダイヤルで上の方まで持っていってください。濃いのがお好きな方は少なめでお願いします。今真ん中ぐらいでいきましょう。でコップがありますのでここにセッティングをして、あとはお湯のマークをボタンを押すだけです。できました。オフィスの本格的なアンバサダーのネスカフェのコーヒーの出来上がりです。でコーヒー飲み終わりましたらレバーを上げます。ポーションを出してこちらに逆さに向けて外します。これで完了です。で、片付けが完了しましたらエアコン切ります。コンセントの抜き忘れがないかチェックお願いします。火事の元になりますので必ずご協力お願いします。エアコンを切ります。でお部屋の照明も切ります。こちらも切ります。で、お昼前いいんですけどエアコンも切ります。ちょっと全て消すと真っ暗になってしまいますので、あの玄関つけていただいてても大丈夫です。これですね、まあ、いくつかつけていただいてても大丈夫です。お部屋の電気だけは切っておいてください。図書ルームも切ります。では出ますね。で忘れないように必ず施錠いたします。